おはようございます。10月2日水曜日、朝5時26分です。台風接近中のためか、またここ数日蒸し暑い日が続いています。日中の気温も30度前後ぐらいあって、湿度もね結構蒸してて、もう本当に汗ばむような、日中続いてますが、幾分ね朝晩はまだ過ごしやすいんですが、今ね5時半前ぐらいなんですけど、かなり暑いので今朝はアイスコーヒーいただきます。あーうまい。買いだめしてたねアイスコーヒーがまだ何本か残っているので、さっさと消化したいと思います。昨晩ついにGoPro Hero 8発表になりました。まあ、あらかたねもう予想通りというか、もうリークされていた内容通りで、外観がね今までと違って、変わりましたね。今までは本体に専用のケースをつけないと、三脚等に、まあ、グリップ等に取り付けできなかったんですが、今回の GoPro Hero 8からは本体に直接ねこういった、マウントに取り付けするねこういったパーツが装着されているので、まあ、GoPro のマウントが装着されているので、直接も本体ごと取り付けできるようになりました。オプション類もいろいろこう刷新されているようですが、まあ、一番ね気になったのはどこかな、あったあった、このねメディアモジュラー、これね以前のあのケースケーシングにここわかるかな、これねマイクが装着されています。まあ、外部マイクを装着した、ケーシングですね。まあ、このケーシングを、ベースとしてこういったねディスプレイを取り付けしたり、あとこういった LED ライトを取り付けしたりできるようになってるみたいです。でこのオプション類の発売っていうのは本体からかなり2ヶ月ほど遅れて、12月より予約注文開始になってますね。昨日の夜、10時にどうも解禁になったようで、もう各 YouTuber さんが YouTube に、詳細動画上げてますね。あとまあ Hero7 との比較動画なんかもすで、に上がっているので、気になる方はチェックしてみてください。カズチャンネルのカズさんも、もう YouTube 上げてましたね。まあ、昨日その YouTube 見たんですが、画質はね確かに7の時に比べて、かなり向上しているかのように思えました。あと、まあ、機能的にはもうほとんど変わらないと思うんですけど、こういったハイパースムースが 2.0 になってさらにこう進化したのと、あのタイムワープなんかもねかなり良くなっているみたいな感じです。気になる価格なんですが、 GoPro のホームページから、まあ、公式から、予約注文するとこれね今見て出てる通り5万800円、まあ、あの海外からの取り寄せになるので、まあ、消費税は適用されないため、国内で買うより、ね、安くなっているようです。5万800円ですね。で送料無料で、国内の販売価格が、まあ、調べたところ税込み5万5880円になってますね。きっちりね 10% 分消費税がプラスされています。これねどっちで買うのがいいかすごく悩むところですね。発売日が同じであればもう間違いなく、国内で購入した方が、まあ、修理とかね壊れた時に修理出すのが非常に楽ちんだったりするんですけど、なんとですよ、公式で、予約注文すると発送がどうも早ければ10月14日になってますね。で日本国内の販売日は10月25日になっているので約10日間ほど公式で買う方が早くなっています。たとえ10日間といっても、もうこういったね新発売されたガジェットだとかカメラっていうのは1日でも早く入手したいっていうのは、もうこれが仕方がないことなので、とりあえず、公式の方で予約注文は入れました。さらにヤフーショッピングの公式サイトの方でも、 GoPro の公式サイトがあるんですが、そちらでももう予約販売開始されてたので、発売日は10月25日にはなるんですが、そちらでもね予約注文とりあえず入れています。
なので今、2個注文した状態になっています。海外から取り寄せのこの公式のホームページね、実は昔苦い思い出があって、確かねヒーロー6の時だったと思うんですけど、ヒーロー6の時に公式で予約注文したんですが、待てども待てども届かず、その後ね何の連絡もなかったのでおかしいなと思って、GoPro の方に問い合わせすると、なんと、予約注文したはずのオーダーが、通ってなくて、受注番号までねちゃんと出て番号まで分かってるのに、調べてもらったらなんか予約されてませんっていうような、回答で、結局こう発売日に買えなかったんですね。もう仕方なく、近くの量販店で購入した苦い思い出があります。なのでこの公式の予約っていうのはね、どうも信用あまりできなくて、一応ね、さっき、カード決済も通って無事通って予約注文はできたんですが、保険をかけて一応国内のヤフーショッピングの方で、注文も入れています。無事にねこっちの公式の方の商品届いたら、ヤフーショッピングの方のオーダーはキャンセルしようかと思います。価格差が 10% で約5000円ほどありますが、国内で購入する場合って、ヤフーショッピング等でね購入する場合って、PayPay とかのポイントがつくんですけど、さっきね、注文してみたら、17% だったかな、 17% ほど、ポイントがつくので、朝からレオ君が走り回ってますが、ちょっと気にせず続けます。6000円から7000円ぐらいポイントがつくので、この価格差っていうのはねポイントの方で賄うことができるので、そのあたりはね気にしなくていいのかなと思います。問題は発売日ですね。届くのが一体いつなのかっていう、そこがね一番大事ですね。ちなみにこれがヤフーショッピングの、GoPro の公式ストアなんですが、販売日10月25日が予定で、ポイントがね、17% ですね。PayPay ポイント6580円相当と T ポイント1116ポイント、合計で7800ぐらいになるのかな、じゃあ7700ぐらいになるのかな、ぐらいゲットできるので、ポイントまで含めると国内で買う方が安い方もいらっしゃるかと思います。今回に限っては発売日がねやっぱり10日も違うので、できれば公式の方で届いてほしいなと思うんですが、無事にねちゃんとオーダー通ってればいいんですけど、さてどうなることでしょうか。また、商品届いたら紹介したいと思います。というわけで本日は短めになると思いますが以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。